皆さんこんにちは、みのりんです。今日はこんな素敵なものいただいちゃいました。これね、バッグなんです。こんな小さくて手のひらサイズなんですけど、よっ、こうやって簡単に広げられるバッグなんです。しかも畳み方がすごい簡単だそうです。よっ、ポチッとな。こちらの簡単に広げて畳めるバッグ、めちゃくちゃ容量が入るそうなので、実際に今日は原宿に行っていろいろと購入していきたいと思います。それでは早速購入していきましょう。現場のみのりんさん、はい。はい、現場のみのりんです。まず最初はやっぱりスクイーズっていうことで、スクイーズを購入していきたいと思います。あ、でも今はスライムを見てますね。韓国のスライムが大量にあるのでちょっと興味持ってしまいました。どれにしよう。今回これ購入してみたいと思います。買っちゃいました。じゃあね、早速なのでこの中入れてみましょう。まだ全然入りますね。その後は百均のお店に入ったり、原宿にあるお店にちょこちょこ行ってみました。お、なんか見つけたようです。100円台ありがてせんお買い得です。みんなアクセサリーが中吉でした。まあ寄り道しながらお買い物しました。重い。じゃあお家に戻って中身見てみましょう。はい、たくさん買ってきました。いや、やっぱり原宿って何でもありますね。それでは早速購入したものを紹介していきたいと思います。で、まずはね、スイーツをたくさん購入してきました。こちらです。あんまいきます。いい、ちょうどいい低反発具合です。いきます。じゃじゃん。なんかもうこれ持ってると映画館行ってる子みたいですね。これもいい、めっちゃ低反発、まだ戻ってこない。こちら韓国風のスライムがたくさん売ってて、ちょっと気になったので一つ買ってみました。ちょっとペタペタしてるかな。でも粒々がすっごいすごい気持ちいい。でお楽しみ袋も買っちゃいました。じゃあ今回のお楽しみ袋何入ってるかな。パンのスクイーズ、そしてこちらパンかな、一瞬椎茸だと思っちゃいました。そしてパンダの団子、かわいい。チルチル系のバナナ、キラムニュ系のスクイーズです。はい、で原宿ピクニックさんで購入したものは以上です。はい、で次はダイソーでもいろいろと購入してきました。まずはね、じゃじゃん、まあ普通のボックスですね。コピックを購入したんですけど、収納する入れ物がなかったので探してたんです。あー、ギリギリ。あー、もう本当にぴったし。これで私の全コピックがこの中に入りました。そしてこちらの収納も買ってみました。最初はね、この中にコピック入れようかなと思ったんですけど、これだとそんなにコピック入んないんじゃないかなと思っていて、鉛筆とか丸ペンとかを収納していきたいなと思って購入してみました。一番上に、あ、ぴったし、ホワイトに丸ペンに、こんな感じかな。こっちの方にはマルチライナー入れよう。全部綺麗に収まりましたね。あとはね、こちらのホルダーも買って、今まで描いた絵を入れておこうと思います。はい、以上が100均で購入したものです。で、まだまだあるんです。一番最後はお化粧品も買ってきました。クレンジングウォーター、この容器すごく大きいです。 700ml の容器です。お化粧落としがなくなったので、まあ、試してみたいなと思って購入してみました。そしてリップも購入してみました。パッケージで売っていました。ティントにスティックにグロスです。ちょっと塗ってみましょう。まずティントからつけてみます。これめっちゃいい匂いする。ティントはこんな感じです。こちらを内側の方だけにつけてみます。で、最後に一番気になってたこちらのグロス、中にグリッターみたいなのが入っています。
色濃い本当に色が濃いのでちょっとつけるだけで全然大丈夫です。赤いリップとか探していた方にとってはすごくいいセットなんじゃないでしょうか。はい、ではバッグ使い終わったので畳んでいきたいと思います。いきます。よ、半分に折って半分に折ってくるくるポチッとな。はい、簡単に畳めました。こんなに小さいんですよ元は。なのにこれとかも全部含めて全部この中に入ってました。こちらすっごく素敵なバッグなので皆さんぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。